東京弁護士会とは、日本の52ある弁護士会の一つで、東京都にある3つある単位弁護士会の一つである。略称は東弁。強制加入団体である日本の弁護士団体の中で、8000人を超える東京の弁護士が所属する職能団体であり、日本最多の会員数の単位弁護士会である。他の2つよりも、個人経営の弁護士が多く、外国特別会員の形で、外国法事務弁護士も所属している。関東弁護士会連合会所属。東京都には、単位弁護士会として、東京弁護士会のほか、第1東京弁護士会、第2東京弁護士会が存在し、所属する法律事務所が、東京都内にある弁護士は、この3会のいずれか一つに所属する必要がある。東京都のみ地方裁判所管轄区と無関係に複数の弁護士会があるのは会のあり方をめぐる考えの違いにより分裂したためとされている。3つの弁護士会は別々の場所にあったが、1995年の弁護士会館完成により同じ建物内に事務局がある。東弁は4階から7階、8.90 階が2弁。11.1213 階が1弁で、日弁連は15階から17階にある。所属する弁護士の会費、弁護士会経由で受任した所属弁護士の負担金、紹介請求手数料などを主な収入源としている。会長の補助機関として50を超える委員会が存在し、所属する弁護士がそれぞれの委員会で会務の一環として、対象分野に関する活動を行っている。弁護士会別会員数。日本弁護士連合会。2020年5月2日閲覧。AB、歴史と仕組み1949弁護士法制定、弁護士自治、強制加入と懲戒東京弁護士会について、東京弁護士会を知る東京弁護士会。www.toben.or.jp 2020年9月30日閲覧。熊谷6人殺し無期で弁護士会が死刑廃止を決議遺族の声は。ヤフーニュース。2020年9月29日閲覧。個々の弁護士によって死刑制度に関する考え方は千差万別です。にもかかわらず、強制加入団体である東京弁護士会、@AB、弁護士会について、第2東京弁護士会、2020年9月30日閲覧。日本で弁護士業務を行おうとする場合は、必ず、日本弁護士連合会に登録すると同時に、全国52の単位会のいずれかに所属しなければなりません。@ABCD、弁護士会の細かすぎる派閥。はこう生まれた族、弁護士という民族。東洋経済オンライン。2020年9月29日閲覧。第2東京弁護士会とは、第2東京弁護士会。2020年9月30日閲覧。弁護士会 Q&A 東京弁護士会公式。東京には、なぜ3つ弁護士会があるのですか弁護士、伊藤義則。ありがとうございます。